ただいまよりスーパーファイト K-1 フェザー級ワンマッチを行います。青コーナー170cm 57.5kg 日本 K-1 ジム5団体チームキングス、クマノシュウヘイ。端正な顔立ち、いわゆるイケメン。それに裏腹に泥臭くゴツゴツの打ち合いも自殺です。久村修平です。赤コーナー170cm 57.3kg 日本月神会チームサムライ K-1 ワールドグランプリフェザー級王者、セバチャロータツヤ。さあ新王者の登場となります。椿原達也、愛嬌のあるルックスとコメント、またそれとは裏腹にこちらは蝶のように舞い蜂のように刺す高度なアウトボクシングを武器にします。放送席改めて関根勤さん、正人さん、久松郁美さんをお迎えしています。さあ正人さん、はい、どんなふうにご覧になりますか。まあ、そうですね、椿原がこう前回の試合でこう物議を醸したわけじゃないですか。そうですね。それに対して今日どのようにね答えを出すのかっていうのがちょっと楽しみですよね。そこは一つ大きな焦点ですね。実力はもちろんありますから。間違いないですね。そこでこうね、よりこう、うん、ディフェンスとオフェンスのこのねバランスがどう、はい、今日はどういう風になって、ね、なってるかなっていうのが楽しみです。はい。さあ第1ラウンドが始まりました。赤いグローブがチャンピオンです。これはまあタイトル自体はこの試合はかかっていませんが、新フェザー級チャンピオンの椿原達也です。青いグローブは久村兄弟、兄久村修平です。リング中央を取って前傾姿勢なのが久村です。右のミドルハイキックを放ってきます。その久村を中心に自分の左に回ります。椿原、今度は椿原が中央を取り返しました。さあ関根勤さん、はい、どんなところを楽しみにしてますか。やはりこれはねちょっと打ち合い見たいですよね。そうですね、右のフック。だから椿原選手がスーパースターになっていくためには、やっぱり相手を倒すっていうことも、できないと ね、スーパースターになるには、うまいだけではダメなんですよね。そうですね。久松さん、はい、椿原選手は僕を応援したくなるような戦いをするって言ってましたもんね。でも本当にこう試合前とかずっと笑顔 で、なんかそういうところは本当に試合楽しんでるんだなっていうふうには感じますよね。でもちょっと風格出ましたね。ちょっとなんかこう力強くなりましたよ。前に出てきますね、はい、さあ一方中央が久村です。うわストレートだ、ローに対して。うまくカウンターこう考えてるというかこう狙ってますよね。狙ってるというか体が勝手に反応してますね。ああそうですか。まあ、まさかもう技術は疑いようがないですもんね。そうですね。関根さん、一方の久村周平どう見てますか。久村はまあまあいつもの感じですよね。あ一つ入れましたね、ミドルキック最後。いや椿原いいですね、はい、打ち合ってますよちゃんと。なんかこうやっぱチャンピオンとなってこう見せる試合をしなきゃいけないってちょっと気負ってる感じもしますよね。ちょっと意識的に手数多くて出てますね、それがこうね裏目に出なければ、まあ、当然それは求められるはずです。右のミドルキックは久村修平。久村はかなり前傾姿勢、これ軸足を払ってバランス崩しました。あ前足ですね、失礼。まあ関根さん、久村としてはこう、はい、ぐちゃぐちゃの打ち合いに持ち込みたいかもしれませんよね。そうです。椿原はねテクニックありますからね、この距離を取った戦い、そして前に出てきます。最後蹴りまでつなげました。早いですねコンビネーション。ミドルキック返していきます。久村左ミドルだに対してストレート、早い。右を思いっきり振ってきました。前蹴り流れた右。さあ残りが少なくなっています。第1ラウンドです。左一つ取られた。しかし早くも鼻から血を吹き出しています。第1ラウンド終了。関根さん、後半お互いいたしましたね。椿原強くなってますね。やっぱり一皮向けたんですね、自信ですよね。でやっぱりね、見せてやるっていう
気迫が出てますね、うん、そうですね。久松さん、そのタイトルがベルトが大きくしたのかもしれません、認識を高くさせたのかもしれないですね。そうですね、やっぱ雰囲気もなんかちょっと前とは違う、うん、王者っぽい雰囲気になってますよね。マサトさん、一方の久村修平はどう見てましたか。まあ、悪くはないんですけど、なんかいつも久村すごい力強いなっていう感じしてたんですけど、はい、今日は椿原の方が力強さが目立ってあまり感じないですね。こうインターバル中も結構プレッシャーを感じるというか、こう消耗してるなっていう風に見えますね。さあ第2ラウンドが始まりました。赤いグローブが椿原達也です。そして顔が見えています。高いガード構えをしているのが久村修平。右のフック、右のミドルキックに対してワンツー、うわ鋭いパンチ、左右と椿原がつなげました。アッパーから入ってきます。左フック一つ入れた、左当てながら右のストレートにつなげます。椿原が同じ場所にとどまりません。動き続けています。右のショートのフックローキック、まあ、1ラウンド終盤にはもう久村修平が鼻血を出していました。あれもロングのフックだったんですよ。鼻血出したパンチで、こうストレートとフック、ちょっとこうロングフックと混ぜるんですよね、右のミドルキックです。これいいミドル入った久村。共に出身は、まあ、椿原今大阪で、練習してますが、椿原も出身は大阪です。堺出身。ローキック、相手の顔を見たまま、今度椿原が前に出てきましたね。バックロー、距離近い、ああ沈んでる、右のストレート一つ返した、右ミドルキック、左フックは椿原です。残りが間もなく1分になります。3ラウンド制です。リミット 57.5 キロです。ワンツーストレート、左ミドルキック、顔面にパンチをポンポンと2つ合わせます。今度は左ハイキック、蹴りに対してストレート放ってきます椿原。バックロー、一つ得意の技です。久村修平、左フック一つ入れましたね。残りが20秒です。左ハイキック、右につなげたストレート、左打ち合いとなってもこうずっとその場にいません。椿原離れ際足スイッチしました、ミドルキック、さあ右一つ入れました久村。ここで第2ラウンド終了です。最後いいパンチ入りましたね。入りましたね。でも久村も負けてないですね。そうですね、2ラウンドの方がこうよくなったでしょ。2ラウンド良かったですね、いやでも久松さん、はい、江川選手を下したこの椿原、この階級がすごいことになってますよね。そうですね、本当選手もたくさんいますし、うん、レベルがどん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 上に上がってってるなっていうのは感じますよね。そうですね。関根さん、2ラウンドはどう振り返りますか。はい、あの椿原がね、やっぱり自分から攻撃をね積極的に仕掛けるじゃないですか。だから、はい、あの、まあ、江川選手にはもう勝つ試合をしたと、なるほど、負けない試合をしたわけですね、はい、でももうチャンピオンになりましたから、今度は倒しに行く試合っていうんですか、それを椿原選手は実行してますよね。そうですね、あのすごい成長だと思いますよ。さあその最終ラウンドが始まりました。第3ラウンドです。赤いグローブが椿原達也、
第4代の K-1 フェザー級王者です。前回タイトルを取った試合でこうアウトボクシング、それが物議を醸しました。しかし今回の戦いに向けてチャンピオンが倒せるアウトボクシング、そんなことも話しています。アウトボクシングを駆使して最後倒したいと。左フック、逆に久村選手は打ち合いに来てくれと話しています。左ミドルに対して長い距離の左のフック、椿原としてももうちょい出てきてくれた方がやりやすいんでしょうね。なるほど、ね、相手が出てくるところから始まるっていう試合ですね。出てきてカウンター下がりながらとか。あ、なるほど、うん、関根さん、くしくも先ほどお互いアウトボクシングだったらどうなるのって話されてましたもんね、もちろん空母のアウトボクシングではないですが、こう無理には出てきません。右のミドル、アッパー、最終の第3ラウンドです。左のハイキック、逆にローキック、足を払っていこうとした。右のフック、右のストレートをいきなり出してきた。ガードの上ですね、うん、左ボディフック、ハイキック、鼻先、右のハイです。さあここはサークリングを始めます。誘ってるような感じですよね。あ、なるほど、もっと打ってこいと、まあ、でもそろそろ組むのはもう出ていくか。ああ、面白い、足をスイッチながら右のストレート、ここはうまくさばきました。さあ残りが1分切りました。右ストレート、左ハイキックにつなげた。最後はローダ、ガードの上からですが右の強いパンチ。さあまた距離を取ります。こうなると追っていきたくなるか、久村修平狙っていた。ボディストレート、前の手です。ハイキックでした。今飛び込みながら前蹴り、ワンツー、届かないか。左ミドルキック、バックブロー、ちょっとバランス崩した。さあ残りが15秒になります。ワンツー、右のストレートから左ハイキック、ミドルキックもらいました。左を返す、これは空を切ります。ここで試合終了。右手を突き上げたのが椿原、両拳を突き上げたのが久村修平です。まあ、いわゆるファーストインプレッションですが、久松さん、はい、どうでした、戦いっていう意味で。そうですね、こうやっぱ椿原選手のうまさとか、うん、そういうのが目立った試合でだったのかなとは思います。でも久村選手もすごい最後までずっと前に向かってて、はい、すごいなと思います。ジャッジ山根30対29、赤椿原、一人目椿原、ジャッジ西村30対28、赤椿原、ジャッジ豊永30対29、赤椿原。椿原、これ今勝利の瞬間も首を振ったままです。さあ新チャンピオンとなっての初戦になります。タイトルこそかかっていませんでしたが、椿原達也本戦でしっかりと勝利を挙げました。判定3対0です。あ、今までの思いがこれ今涙でしょうか。久松さん泣いてますね。そうですね、ちょっと悔しさも多分すごいありますよね。なるほど、さあ関根さん、どう振り返りますか、はい、新チャンピオンの初戦。新しい形を、ね、見せてくれましたよ ね、 そうですね。だからこんだけ進化できるってことは、もっともっと今度はオフェンスを磨いて、はい、ディフェンスパンチも浴びなければ、うん、攻撃も強いという KO できるっていう、ね、チャンピオンになっていってほしいですよね。そうするとタケルみたいに、ね、スーパーチャンピオンになる、ね、どうせならそっちまでね、行ってほしいですよ。でも正人さんがもうなんとなく貫禄みたいなものだっておっしゃってましたもんね。そうですね、でしたけど、こう、まあ、あとやっぱ相性ですよね、うんうん、こう前にどんどん出てくる選手にはこうバックステップ使いながら、確かにっていうね、江川みたいな選手は、まあ、やりやすいんでしょうね。
やだ、やっぱこう見てる方も江川とやるときは江川下馬評が江川が強いと思ってやってるのと、ね、また今この立場が変わってチャンピオンで、そうです、ね、椿原がチャンピオンという立場でみんな見てるんで、はい、まあ、それはやっぱチャンピオンのこう、ね、うん、大変さというかね、見られ方が変わってきますよね。そうですね、だから正人さん裏を返すとこう江川選手からするとこの椿原が戦いづらいんですよね。久松さん、そう思うとこう誰が一番強いんだっていうのはなかなか難しくて面白いですね、ある意味。本当そうですよね。トーナメントもまた見たいですよね。確かにそうですね、はい、さあこの後マイクも聞けそうです。公式深海チームさんから椿原拓也です。まずチャンピオンとしての1回目勝ててほんまに良かったですけど、練習したことをもっとやりたかったし、もっとできることもあるんで、次回の試合でまた期待しておいてください。今日は53キロの、めちゃめちゃ速い選手たちでインパクトもある選手が日本一この後決まるんで、皆さん K-1 楽しんでください。ほんで今日の夜のクラッシュもダブルで楽しんで K-1 定員してください。おーす、ありがとうございました。今日は K-1 の1日です。横浜武道館でこの K-1 が行われています。そしてこの後後楽園ホールでクラッシュが戦われます。ちなみにクラッシュのメインイベントはスーパーライト級クラッシュのタイトルマッチ、佐々木大蔵に平山仁が挑むという戦いです。さあ椿原達也がチャンピオンとしての最初の戦いを判定3対0フルマークで勝利しています。さあいよいよこの後トーナメント決勝戦が行われます。